森田がおかしな美術館。お菓子にちなんだいろんなアートにチャレンジしてみよう。みんなの作品がおかしな美術館に展示されるかもしれんぞ。第1回は記憶力だけでキョロちゃん一発書きに挑戦じゃ。何も見ずに頭の中の記憶だけでキョロちゃんを一発で書いてみる。私おかしいな画伯がお手本を見せよう。キョロちゃんがシルエットになってたのはカンニングできないようにするためじゃったんじゃの。楽しみくえ。まずは体じゃの、目じゃん。まあまあ色を塗ってこう。意外に難しいのこれね。よし完成じゃ。私が描いたキョロちゃんはじゃーん。どうかの、なんか違う。いやけど意外と難しいぞこれ。みんなも何も見ずにやってみてくれ。面白かったくえ。みんなもぜひチャレンジしてできた画像をハッシュタグおかしな美術館と指定のハッシュタグをつけて投稿してくれ。抽選でスペシャルお菓子セットが当たるぞ。チェックへ。そして送ってくれた作品はおかしな美術館サイトの中に展示されるかもしれんぞ。みんなお楽しみにじゃ。森永